サッカーって判断のスポーツだって僕はいつも言うんです。やっぱり何本いい技術持っても、何本いいフィジカルを持っても、戦術を持っても、判断なければミスにつながるんです。だからそういった部分でずっとまあコーチングスタッフにも、ミーティングで話をした中で、選手たちにどうアプローチしていくかっていう部分では本当に、少しずつかもしれないんですけど、やっぱりその重要性を選手たちが感じてくれてるんじゃないかなと思いますけれど。サッカーのスポーツっていうのはもう瞬時に何が起きるか分かんない。そこにいくつかの判断材料を持ってる選手はそれに対してすぐ対応ができる。状況にあった中で一番いい方法を、プレーを予測を持って考えることなんです。で、決断をしてプレーに移す。この繰り返しなんです、判断って。まあ、昔でいうドゥンガン選手がいましたよね。で、彼がボランチでミスがない。なんであんなにミスが少ないんだろうって僕ずっと追っかけてこう見たことあるんですけれど、やっぱり判断、決断が早いんです。出そうと思って動かない、動けって言ってる間には敵が来る。その時にはもうスッと切り替えてブロックしてボールを失わないような、あれがミスにつながらない。やっぱりそんなにドゥンガもスピードあるわけじゃないし、ドリブルテクニックがあるわけじゃないし、いろんな部分ではそんなに、でもああいうプレイヤー、世界でも一流のプレイヤーになれる。やっぱり僕はそれがサッカーの面白さじゃないかなと。やっぱり見る、見ておく。いや、見なければ判断ならないんですよ。やっぱり見ておく、見る、そういう中でいくつかの多くの、できるだけ多くの判断材料を持つことなんです。そうでないと、一つだと違うことが起きるとどうなるかっていうと、反応できないんです。その特に若い選手なんかはそういうことを常にトレーニングの中で意識をし続けること、無意識にできる選手も中にはいるんです。でも意識しないとできない子もいるし、意識してもできない子もいるんです。やっぱそういうのを全体の底上げをしていかなきゃいけない部分があるんで、やっぱりせっかくね、いいスピードを持って、いいドリブルを持ってる選手が判断を間違ってしまうとミスにつながってしまう。やっぱもったいないですよね。やっぱり そこをやっぱりいい状況でフィニッシュまで持っていけるような選手に、なってもらいたいっていうのがすごくあるし、それプラスもっといい判断っていうのはどうなるかっていうと、自分を知ることなんです。自分が何ができて何ができない、どういう性格、いろんなありますよね。そこに味方を知ることなんです。味方の特徴で最終的にゲームになると相手を知ることなんです。これを的確に判断してプレーすることによって、より的確な判断でプレーができる選手って僕は思ってるんです。だからそういう部分をできるだけトレーニングの中でね、やってもらって、一人一人が自分を知って、自分は何が足りない、どういう問題がある、じゃあそれはどういう意識を持ってやる、そういうものをしっかり持ってこうレベルアップをしてくれると、やっぱりチームもレベルアップできる。やっぱり今ある戦力をチームとして作り上げるのは監督の仕事だと僕は思ってるんですよね。ただしやっぱりチーム力をもっと大きくするには、個々レベルを上げるしかないんです。個々のレベルを膨らませる。やっぱそういうものも含めたところで考えながら、やっぱりトレーニングで彼らにできるだけちょっとハードルを、高いハードルじゃないですけれど、やっぱり要求を、していかなきゃいけないのかなとは思ってますけど、ジュビロはね、まだまだ先続く中で、やっぱりそういう選手たちの集まりになっていくことが僕はすごく大事かな。やっぱりサッカー人口ってよく今
J リーグ協会もそうなんですけれど、やっぱりサッカーって60になっても楽しめるっていうのは南米なんですよ。昔で言うとヨーロッパの選手はフィジカルが中心ですので、年を取ってくるとサッカーできなくなるんです。でも南米の選手は60になってもサッカー楽しめる。それ何があるかっていうと、そういうその判断も含めた技術的な部分も含めた部分をしっかり持ってるから、60になっても70になってもサッカー楽しめる。僕は日本もやっぱそういうサッカー文化を作っていかなきゃいけない。じゃあプロになれなくてもやっぱりサッカーを楽しめる選手にやっぱり下の年代からね、しっかりやってもらって、ああサッカー楽しいなって思わせるような状況を作る。その中で当然レベルの高い身体能力、あるいは判断能力とかね、いろんな部分でスペシャリストなものを持ってる選手がプロになれるっていう時代へ持っていかないと、このサッカー文化って、どん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 こうなってしまうんじゃないかなっていうのはすごく僕は思ってて、やっぱりそういうこうしっかりとした長期ビジョンも踏まえたところでのサッカーっていうものを考えていければなと思いますけれど。言葉で言うのはね、我々もそうなんですけど簡単なんです。でも実際に指導していく上ですごく大変なのが、繰り返し繰り返しやってもこう身についていかない、時間がかかる選手、いろんなこう部分の苦悩があって、じゃあ同じ目的でちょっとトレーニング内容を変えてこう選手に刺激を与えようって、いろんなことを考えながら試行錯誤しながらやってるわけなんですけれど、でももう本当にね、うちの選手はみんなすごく意識を高く、真面目なのかちょっと分かんないですけど、意識高くね、こうトレーニングでも取り組んでくれるんでね、言ったことをこうすぐやってくれるんで、やっぱり、まあ、ある面ではありがたいし、まあ、それが結果につながるとね、もうすっごく嬉しいですよね。